語ること。シーナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今回の動画は単身赴任パパの職場見学。3ヶ月間日本に行っていたみつパパがどんなお仕事をしていたのか、息子くんとリカパパと一緒に見ていきます。大学での講義で語るみつパパのカミングアウトストーリー、そして今回は特別に学食や稽古場まで見れちゃう演劇学校ツアー、そして舞台裏の様子に舞台写真までお借りしてきちゃいました。息子くんのリアクションにもご注目。それでは行きましょう、二人パパのみつパパの職場見学、驚きすぎた息子くん。シェナ、みなさんこんにちは、二人パパのみっつんと息子くんです。ドリカパパです。はい、ということで、今日は3人で久しぶりのトーク動画ではあるんですけれども、トークでもないみたいな。今日はですね、日本でみつパパが単身赴任3ヶ月してたんですけど、その時に撮った動画をみんなで見ようという話になってます。みつパパが日本でどんな仕事してたのかっていうのを息子くんとリカパパに見てもらおうかなと思ってるんですけど、みつパパどんなお仕事してたか知ってますか？ダメ。テアテル。そうだね、でもテアテルの仕事もあったけど、実はもう一つ大学とかで講義をしたりとか、そういう、なんていうの、レクヒョンみたいなことをしてたのね。いろいろな仕事があったね。そう、なのでそういう仕事をしてたってことを見てもらって、いろいろ感想を聞いてみたいなと思います。前半はだいたいその大学での講義、それから、後半はこの舞台の映像はちょっとねお見せできないんですけれども、舞台写真をねお借りすることができたので、その様子を見ながらちょっとみんなにいろいろ感想を聞きたいなと思っております。まあ、じゃあ行きますね。いいですか？はい、じゃあ見ましょう。今日こっちに移ります。はい、行きます。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今みつパパは舞台のお仕事のために東京に来て稽古の毎日なんですけれども、今日はですねちょっと違うお仕事が入ったので、それをちょっとご紹介したいなと思って動画を回すことにしました。今みつパパが来ているのは、東京の調布市にある東邦学園前です。今度出る出演する舞台の演出家がペーター・ゲスナーというドイツ出身の方なんですけど、彼がですね、この東邦学園の演劇学科の教授をしているということで、ちょっと一コマ授業をしてくれということで言われたのでやってきました。結構大学での公演とかっていうのはあったんですけど、なんか演劇学科の子たちと一緒にやるのは初めてなので、ちょっとどんなことになるか楽しみにしています。その中の様子もね撮っていいということだったので、今日はその様子をお伝えしたいと思います。みつパパこんな仕事もしてますということで、ちょっとご紹介できたらと思います。楽しみにしててください。東邦学園では音楽学科も有名ですが、今回お邪魔するのは演劇専攻科。お昼頃ペーターと待ち合わせをしていますと言っていると、自転車に乗って颯爽と現れました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お楽しみにします。楽しみです。こちらはペーター・ゲスナー。今回みっつんが出演した舞台地球星人を主催した劇団うずめ劇場の主催演出を務め、他団体の演劇やオペラの演出、俳優としても活躍。この東邦学園演劇専攻科の教授も務めています。一昨年夏に行った時に会ったね、2人はね。あったね、ということでこの後講義もあるんですけど、ペーターが学校をねなんか特別に案内してくれたので、その学校の中の様子もご覧に入れたいと思います。さあ、ここからはペーターが普段学生と接している学内をツアーしてくれることになりました。学生がいっぱいだね。学校は蜷川幸雄や学長だったね。ああ、すごい有名な演出家が今亡くなっちゃった。あ、そうだ、亡くなっちゃった。私たちだけと思うに言われて、世界の WTA のフェスティバルのメンバーですね。WTEA 世界演劇教育連盟は世界12カ国からその国を代表する演劇の高等教育機関が加盟。東邦学園は日本の代表校となっているそう。 WTEA 以外にも様々な演劇の機関が主催する国際的な演劇大会に参加していて、国内だけでない世界への可能性を広げているんだそう。あ、世界に出るのはいいことだね。本当に日本だけじゃないっていうのは、それはちょっと東邦、そこまで東邦の坂しかないと言われてた。
そしてお次は地下にある小劇場、ペータンが何かエキサイトしています。の演劇歴史の中で有名な人間演劇したところはここです、うん、もうすごい。ちょっと例えば安倍工房とか、まあ、千田コレアとか もっとすごくもっといっぱい、はい、あのまあ、蜷川もここでやって、小上昭治ばっかりなんだけど、すごいね、歴史があるよね、やっぱ、ね、あるなんじゃない。みんなちょっとだけ邪魔します。うわすごい、ね、そうそうそう、ここはちょうど稽古中。そうですね、楽屋して多分今休憩中ですね。ここでおはようございます。わあすごい広いね、稽古場。そうそうそう、さすがだね。ちょっとこれリハーサル、リハーサルもするけど実際にお芝居もできる。お芝居もできる。で私個人的にここすごく好きのは、うんうん、ここで上でそのいっぱい鉄パイプ入れてるんですから、はいはい、それはね東京の劇場でなかなかないんですよ。でもそのバトンはそう揺れてないバトンもあるんですかね、はいはいはい、強いからね。強いからだからここで上から物を出すなんかロープつけてちょっとサーカスみたいなことできるとか、はいはいはい、あのこれもほとんどここしかできないで、ね、そこぶら下がってここもちょっとそのところある。ここの床のキスはもう歴史満杯です。そうだね。これはとても素敵です。この劇場大好きです。いやすごいね、なんか学校ツアーできるのすごいね。ありがとう、嬉しい。もう一番最初から今57、8、9期くらいいると思うんですけど、だいたいね、ここでずっとこの楽屋、その地下のあるの楽屋使ってるんです。ちょっと入りづらいです。でもっと ここ今地下1階？これ地下1階。じゃあまだ下があるんだ。地下2階。いいね、地下に劇場があったりとかするの。そう。本当にアンダーグラウンドじゃん。そう、アンダーグラウンドですよ。結構アングラ演劇の人だからね、テーター。そしてお次はこちらのお部屋。コスチューム。そうだね、衣装も置いてあった。面白いな。あ、邪魔です。お邪魔します。でここは。おお、あ、ここは実はね、あの狂言の舞台があるんですよ。すごいね。そうそうそう、狂言わかる。理科。ああ、ほんと、板の間が。いつも綺麗にしてね、あの、ここは傷入ってないんですけど、すごく大事にしてるんですね、この。東方の演劇専攻は基本は現代劇ですが、日本の伝統芸能である狂言などの授業もあるそうで。私すごく好き。年齢、ちょっと年齢の千畜先生、すごく好きです。またこちらには仮面演劇で使うお面もあり、授業で使われているそうです。そしてちょうど休憩中の学生さんに突撃インタビューしちゃいました。どうですか君たち、休憩ですね。今現役生ですか。はい、2年生です。すごい。2年生か。今何やってるの。卒業公演。あ、そうか、卒業公演3月とか2月。あ、あのこれはわからない、あの、ミュージカルですか、ストレートです。そう、東方の演劇専攻ではストレートプレーとミュージカルコース選べるそうなんです。知らなかった。東方はどうですか。東方は大変です。大変？大変です。でもそれだけ勉強できるってことだよね、大変なことはね。いっぱい取れる。あ、本当、はい、オッケー、ありがとう。頑張ってください。はい、すごいいっぱい実習室がある。ここは伝統的な日本のダンスやってるんですね。私今ここではよく日舞の授業が行われているとのこと。おはようございます。おはようございます。みつばばさ、大学行ったことないから、うん、だからちょっと大学生に戻った気分だった。あなんかすごいみんな楽しそうだし、自分が若い時役者になりたいと思ったけど、あんまりその大学がある、大学でこうシアター学ぶってあんまり考えたことなかったし、知らなかったから、そういうことができるって、なんか自分がもし若い時になんか役者やりたいと思った時に、こういうところをちゃんと知ってたらなんか行きたいと思ったかもなと思って。なんかシアターを勉強して、でもそれ理論とか、あの理論もある、文学とかそれも勉強して、そうだから一応2年の短大なんだけど、その後2年あのもうあの継続すると学士が取れるっていう。でこの次はペーターがこの学食
に連れてってくれます、うん、昔の3つのよく知るペーターがちょっと昔話で あることを言ったのですごいそれが3つパパ大爆笑したっていうことがありました、うん、この後続きます、うん、ここで食べるペーター、ここで食べよう。オッケー、はい、いただきます。今カレー食べました。このカレーは割合に学生は美味しいと言うとるんです。本当ミニカレーライスなんだけど結構ある、ね、全然辛くなかったから多分君も食べれると思う。うん、あり美味しい、はい、なんかめっちゃ懐かしい味がする。もうすぐ授業だよね。なんか一応やることは決めてきたけど、なんでこれ今日声かけてくれた俺でよかったの授業。でもやっぱりあなたの、命そのままでも面白いじゃないですか。うん、ね、そして YouTube のプロになったということは YouTube のプロ、あなたも YouTube のプロ、うん、これある意味で今の時代の特徴ですね。私のジェネレーションそれはあまりしてないし、確かにそのチャンスがなくてね、うん、まだ東ドイツ軍隊に行った時は元上の人はね、うん、時々誰かと電話するのために15キロの箱ずっと運ばないといけなかったんです。モバイルってことだから、ね、無線だからってこと。そうそうそう、なんかティリティリってみたいな感じで、うん、なんか後ろでジジジジってやってルルルルルルって言います。本当に重かったね。ペーターはねいつも戦争じゃない軍隊の時の話をする。めっちゃいつもする。それ今こっから今ライブもできるぐらいだからね、今このままのセッティングで。今日は一緒だけど信じられない、ね、僕もなんか全然想像してなかった YouTuber になるのが、喋、うんうん、ったけどやっぱりお芝居演劇と YouTuber もやっぱすごいつながるところがあります。うん、めちゃくちゃあるから今日はそんな話ができればいいなと思ってます、うん、いやでもなんか地球星人は本当にペーター大好きな芝居だなっていうのが、物語ストーリーだなっていうのがすごい思うし、でもなんかすごい僕自分が役者やりたいと思った時に、うん、なんかそれが学べる大学とかがあるのをあんまり知らなかったのね僕地方、はい、地方だったし、はい、だからすごいなんかもっと若い時にそれを知ってたら東邦入りたかったなと思うし、ね、面白いなと思う。なんかその基本の技術はもらうのはいいんだけど、もうちょっとなんかそう18歳じゃなくてまずはちょっとバイトして温かいてくるもいいかもしれないですって時々思うね。そうだね、うん、僕はでも確かに文学座入った時は24歳だったから、ちょっと社会経験してから入って、ね、うん、まあ今芝居作りながら、うん、なんか自分の演技やりながら、まあ、私とやったらどうしてもある意味でちょっと教えるところもあるだろうと思うからね、うん、ある意味で学校また行ってるところもある。いやそうそう、早くペーター学校を卒業したいなと思ってるけどやだまた離れるのそうね、すごい偶然だけど、でもその後僕ロンドン行ったじゃんペーターと知り合ってから、はいはい、あれはだからすごいペーターと知り合っててラッキーだったなと思う。あ、そうです、つなぎ芝居の、そう、芝居の作り方がやっぱり日本の人とはちょっと日本のいわゆる進撃系だったから、はい、綺麗な芝居を作る人とは違うものを作ったでしょ、うん、でロンドンに行った時も割とそういう演出家に会うことが多かったから、はいはいはい、今から思うとだけどすごいなんか繋がったなって思うよね。面白いね。そう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 、でもね今ね本当に長い後でもう一回今舞台であなたとやったら、うん、もちろんすごく深さはすごく増えたんですけど、うん、でもやっぱり密は密でこの前もあなたの癖がって言われましたいやでもそれはね、それもあるね。でもそれも、うん、それでいいと思う。なかなか、ね、癖と個性も近いところ時々あるし、そう、ね、癖と個性も近い、なんか結構いろんな今までやってきたことがつながるなと思うし、またちょっとずっと最近同じ生活してたから子供ができてからすごいまた新しい自分を見つけられるのはめちゃくちゃ楽しい。稽古場がすごい楽しい本当に。ただみんなと仲良くて楽しいんじゃなくて、なんかそのどんどんいろんなものが出てくるとか、あ、そうそう、なんか本当になんかみんなの中で今作ってるというところがあるね。そうそう、ってなった時にポンポンポンって出てくるあの感覚はちょっと演劇じゃないとできないなと思ってて、でも終わらないといけない。今何時ですか？もうあと5分で始まるよ。
じゃあ、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった、すごい美味しかった。はい、この後は、レクチャー。そうそうそう。なんていう、講義。講義。あ、そうそうそう。ミツパパが先生になります。講義、発表とかそれ、あの発表をする前、大きい昼ご飯を食べるのは、危ない、ね、危ない、ね、だからあれね、ミニカレーだったの。ミニカレーだったの。そう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 。あの画面だとちょっと分かりにくいけど、一応ミニカレーでもそれでも結構ボリュームあったけど、うん、やっぱ学生向けのせいなのか、うん、そうそうそう。まあでもこの後は講義になります。講義になります。ふたりパパ、さあということで今から急に始まったということで今から講義の時間になります。はい、見たい。はい、はい、行きます。パパどんな人？ハローなの？挨拶ハローなの？こんにちは。てか結構普通に座学な感じなんだね。私たちは、古い、そう、ね、知り合いですって言ってもいいね。2008年に知り合ってる。2008年ぐらい、だから15年16年ぐらい出会ってて、その時は私千川劇場の監督やってたんですね。あの千川賞始まった時は蜷川幸雄言われて、なんか監督してくれて、役者のアンサンブルみたいな募集した時はあの彼も来てくれて、オーディションがありました。オーディションして選ばれて、うん、それで出会ったんです。我らはで芝居2つ3つ4つくらい一緒に作ってて、そして行っちゃった。俺、うん、去年ロンドンで会ったね。そうだね。という感じ で10年ぐらい空いてて、久しぶりに一昨年の夏に会いました。それでちょうどその地球精神にあるつもりだったから、 なんかどうですかと聞いたら興味いただいて、それで今いるんですね。あ、その地球精神に今一緒に作ってるんです。という感じです。 It's your stage。 はい、ありがとうございます。あのまあ、一応なんか今日はペーターからいろんな話をしてほしいということでこの場を設けてもらいました。皆さん来てくれてありがとうございます。まあ、自己紹介からね始めていって、なんかまあ YouTuber という職業でもあるので、その YouTuber と演劇の関係とかもちょっと話して、みんなからの質問を最後はガンガンあのいただいて、何かお答えできることがあればあのお答えして、皆さんの何か役に立てればなと思っています。いろんなお話をさせていただきましたが、この時は普段どんな仕事をしているかっていう話から、リスペクト、男の子が知っておきたいセックスのすべてというスウェーデンの性教育本を翻訳した話になりました。実はこれペーターと作った芝居が一つのきっかけで、しかも僕のカミングアウトストーリーでもあるんです。それもねすごい面白い話で、ペーターとね初めて知り合ったのが70年代のドイツの性教育の芝居だったのね。ペーターと初めてねやりましたね。愛って何？愛って何？ドイツ語は Was heißt hier Liebe。 そのドイツの芝居でもどうやったらその男女のカップルがあのだんだん距離を近づけていって、そのプレジャー、なんかそのちゃんと自分たちが楽しむ、それってすごい自分の心の健康にも大切だよみたいなことが含まれていて、でしかもそこで同性愛も OK だよみたいなシーンがあったのね。あ、ここで自分がゲイだっていうわけにはいかない、絶対黙ってよと思ってたのずっと。まあ、だけど最終的には他の役者仲間と役者だけで稽古してて、実は僕もゲイでと言ってたら、隣 あの劇団四季出身の女優が、ああ、そうなん、みたいな感じで二度見されて、そんななんか芝居チックなあのリアクションあるみたいな、さすが劇団四季は違うなと思ったんだけど。はい、芝居をその やろうと思ったきっかけっていうか、なんか、ああ、僕はねよく分かんなかった。でも多分最初のきっかけはもうなんか、うん、でもちょっと逃げだったかなっていうところもあるかな。逃げ、うん、なんかその自分が名古屋にいて実家にいてゲイだっていうことも言えずに、なんかこれからどうやって生きていこうかなってなった時に、なんかそこに行けばなんかとりあえず生き延びることできるかなみたいな感じはあったかもしれないです。それを本能的に感じてたのか、もう本当自分でも説明できないですね。あ、じゃあ先に手を挙げた、そちらと丸々1時間お話をさせていただきました。さあペーターということで3つの講義が終わりました。どうでしたか？あ、印象的でした。印象的でした、はい、すごい、あのなんか差し障りのないコメントだね。どうだった？いや、みんないい役者になってください。ありがとうございます。
僕もすごい皆さんに元気もらいました。すっごいお話ししてて楽しかったし、こんなにリアクションしてくれるお客さんもやっぱりあなかなかないので、やっぱり東北学園です。だからだ、はい、ね、みんなでヘイドーって言うんです、スウェーデン語でさようならのこと。みんなでヘイドーって言ってもらっていい？はい、じゃあせーの、ヘイドー。もう役者うるさいね。すごい元気いっぱいの本当にあの学生さんたち。そしてお次は舞台裏をチラ見せ。ということで舞台写真を見る前にちょっと舞台裏の様子もご紹介しちゃいます。子供時代の友役の田島優真くんです。はい、実は僕ら同一人物で、若い時の11歳に言うと34歳の優を演じます。はい、子供時代演じるのどういう感じ？僕にとっては11年前の出来事なので、うんうん、楽しんでやれたらいいなっていう、うん、すごい楽しそう。あ、本当ですか？見ててすごいこっちも楽しくなる。あ、もうそれ嬉しい。うん、それだけでいい。もうあの元気さが本当にいいなと思ってます。ありがとうございます。嬉しい。小屋入りといって劇場に入ってから照明や音響を合わせていきます。技術さんが客席側に座ったりとかしていますけれども、こちら舞台の方ではその準備をしているという感じです。部下に怒られるよ。演者の西くんです。連打してれば。どう？うまくいった？小道具の準備。はい。お楽しみに。もう撮られてると分かるとすぐに声を入り上げる役者根性素晴らしいね。ナチュラルに言っちゃった。やばいって。終演後だから。ここは実は僕の楽屋なのですが、作業部屋にもなっております。今回は本当に島根からお越しのエギさんです。岩見神楽です。さあ、そうね、岩見神楽でも肩書きなんだよ。神楽師みたいなのあるのか。まあお面屋さん。あ、お面屋さん、ね、面師です。そうそう、島根から神楽の面の文化も発信してます。今回のあの舞台でも本当にキーの役がございまして、みんな食べる、誰でも食べる、ただいるじゃなくてみんな食べる。久しぶりの舞台メイクだったのでメイクさんにいろいろアドバイスいただきました。ということで次は舞台写真の大公開。ということでお待たせしました、舞台写真の登場です。そうです。ということで次の仕事がミツパパがスコーデスペーラで役者さんをやっていた時の写真があります。これはまずはリハーサルから。リハーサルってなんていう？レペティション。レペティション、テアテルレペティション の写真からです。うん、これ芝居の中。これ芝居の中。芝居の中でどう？ミツパパいつもと同じ顔。これちょっと違う。違う。次。どういう顔だろう。どういう顔。ね、こんな顔しないもんね、お家ではね、多分。それは芝居の顔。紅茶飲んでる。紅茶飲んでる？紅茶は多分飲んでないかな。は？何それ？なんか鎌持ってるね。死の神。死神ああいうの持ってるよね、確かに。でも死神ではなかったです。あらなるね。やられた。ミツパパはいつもヒーテックを着てる。それあそこ寒かった？寒かったのもあるんだけど、この後でも出てくるんだけど、結構裸になるシーンがあって、で裸になると本当に寒いし、うん、まあ、そんなね見られたくもないから、うん、その肌色のヒートテック着てた。あ、これも本当は舞台上では裸になるんだけど、稽古中は結構こういうのを着て、うん、まあ、これが稽古場の様子で、この後、まあ、舞台の様子をご覧に入れます。じゃじゃん、これ本当のテアテルのセット。後ろにもプロジェクションがあって、あ、これ部屋を2つに分けてるね。
そうだ、まあ、この3人がメインのなんか大人の役の役者だよどうこのお風呂のシーン、やばいやばいなんでいっぱいのやばいのはなんでいっぱいのなんであのやばいのなんでいっぱいののお風呂のシーンがあるのそれがすんどくやばいよ、そこらでもなんでお風呂なんであんな顔してる、多分お風呂のお湯でもなくて冷たいのだったかな、すごいよくわかったね、あのもうすごい演劇がいいだから、すごい本当にその瞬間だったね、入った瞬間水だ、水のお風呂に入った瞬間だった、うん、でもこのシーン本当は寒い冬のシーンで、しかもそれで冷たいお風呂入ってるんだけど、役者としてはめちゃくちゃ暑くて汗かいてるのね、みんな、ああもうその前にずっと動き回ってるから、うん、これ多分 YouTube 上はね今あのモザイクかけてるんですけどあこれはちょっともうあのペーターが指示を出してるところですね、本番の途中じゃなくてリハーサルの時だけど、これ YouTube で出せるか分かんないけど一番最後こうなってた、怖い、少しだけ怖いよねこれね、はい、あでもこれがカーテンコールかな、最後なんか役者が31人ぐらいいたのでちょっと大変な、カーテンコールがとっても長かった、あすごい、あの前見たね、なんかちょっと大きい、そうそうそう、まあでも無事に全公演を終えることができました、はい、ということでこんなことをミツパパはしてきました、どうでしたか、何ぞでもか難しいよね、でも感想を言うのね、何にもでもさ息子くんはさリカパパのさコントロール行ったことあるでしょ、お仕事するところ、うん、でもミツパパのところは来たことないじゃん、まあ、この YouTube の部屋はそうだけどさ、このテアテルの仕事は来たこと見に来たことないでしょ、うん、息子くんリカパパの仕事かミツパパの仕事どっちの方が面白い、難しいな。リカパパの職場はホットチョコレートのマシーンのある、あとすぐ近くにコンビニもあってチキンが、あでもリカパパの職場レゴがいっぱいある、あでもそのあそこのレゴはそんなに遊んでないけどでも知ってた、あのスコーデスペーラレの中に2歳のスコーデスペーラレもいた、そうだからペーターがもし息子くんがいたら一緒に出てもよかったねって言ってた、やりたい、大丈夫と思うでも多分あの2人パパファンスが喜ぶかもしれない、息子くん、そしたらもうちょっとチケット売れたかもしれないまあでもチケット今回ね満席だったからもう売り切れではあったんだけどね、はい、まあ、ということで今日はですねミツパパのお仕事、東京でのお仕事をあのリカパパと息子くんに見てもらいました、まあ、実際ね舞台見に来ていただいた方本当にありがとうございます、それから、まあ、見に来られなかったという方もねまたなんかいつかチャンスがあればいいなと思っています、でまた今度はね日本に3人で帰れたらいいなと思ってますので、その時はぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます、はい、ということで今日の動画はねここまでになります、ぜひチャンネル登録それから高評価ボタンもよろしくお願いします、この後は息子くんの次回予告もあるのでそちらもお見逃しなく、やってくれる？OK 嫌だったら嫌っつっていいんだよまあ明日聞くね、明日録音するから、あやるのね、はいありがとうそう、はい、ということで、今日の動画はここまでになります、それでは皆さんまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております、次回予告も見逃しなく、ヘイドー、ヘイドさて、来週の二人パパは息子くんです、今回の動画の撮影のしていたの後風邪をひいちゃいました、でも今はもう元気です、だから元気で次回予告します、今度の動画は二人パパキッチン、ストックホルムのお友達カノンカレン演奏はルーレオに来てくれたよ、一緒に美味しいピーカーを作ってから楽しみにしてお待ちください、またねー、ヘイドー、スティアンサックスポワセボーブリエディフフ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 
もう硬い。これタオルを。二人パパ。